大阪市立磯寺小学校は大阪府大阪市港区にある公立小学校。地域の児童数の増加に伴い、1937年に現在の港区民センター、港図書館の場所に設置された。その後当時の学校敷地の一部が中央大通及び大阪市営地下鉄中央線の建設予定地となったことから、1958年に現在地に移転している。 現在の学校敷地は太平洋戦争の戦災の影響で終戦直後に廃校になった旧大阪市音羽国民学校の跡地でもある。1970年代から1980年代にかけて校内に大阪市電の廃止車両を転用した学校図書館があった。現在の港区一岡地域は大正時代初期までは農地だったが、 大正時代半ば頃より住宅地や工業地帯としての開発が進められた。それに伴い地域の人口が急増した。一岡地域には明治時代以来一岡第一小学校一校があったが、地域の児童数増加に伴い短期間に次々と小学校が増設された。大正時代に一岡第三小学校が増設された。1923年には一岡第三校の 過密化を解消する目的で、一岡第五小学校、一岡第六小学校が開校した。さらに、地域の人口が増加したため、一岡第五校、一岡第六校の校区を再編し、南久し小学校、東小学校が増設された。その後も、さらに児童数が増加したため、1937年8月に、一岡第五、南久し、 東の三神城小学校の校区を再編する形で大阪市磯地神城高等小学校が開校した。開校の際、一岡第三小学校にあった高等科を磯路校に移管している。一岡第五、南久市、東の各校から神城科4年生以下の児童860人と、一岡第三校より高等科児童281人が転入し、 港区磯寺町一丁目23番地の校舎で開校した。1941年には国民学校令により大阪市磯寺国民学校と改称した。1944年には香川県に学童集団疎開を実施している。1945年3月13日の第一次大阪大空襲で校舎を消失し、 また1945年6月1日の空襲では、港区全域が壊滅的な被害を受けた。港区では太平洋戦争前には20校の小学校があったが、地域が壊滅的な被害を受けたことに伴い、1946年に多くの学校を休校として、本一岡、三戦、磯地の三国民学校に集約した。 これに伴い、磯寺国民学校は、田中、先駆岳、市岡、南久し、東市岡、波よけ東、石田、音は、港屋の10国民学校を統合した。1947年には、学生改革により、大阪市立磯寺小学校に改称した。地域の復興に伴い児童数が増加したため、1948年5月1日に、 旧港屋小学校後に港屋文庫を開設した。港屋文庫は1948年10月20日、大阪市立菊水小学校として独立開校した。また1952年には大阪市立津波女小学校が復興開校している。1950年9月3日のジェーン台風では校舎流出の被害を受けた。1951年には、 戦災で被災した旧音羽小学校跡を改修して、音羽文庫を設置した。その後地下鉄建設計画が持ち上がって、磯路小学校敷地が地下鉄予定地にかかることになったため、旧音羽小学校跡に移転することになった。音羽文庫で校舎建設工事を進め、1958年2月には旧音羽小学校に本校機能を移転している。 旧本校は文校へと変更されたが、1959年に文校を廃止して完全移転が完了している。1969年4月には大阪市電の廃止車両を転用した学校図書館、磯地号が設置された。しかし、磯地号は老朽化のため、1980年代半ばに撤去されている。1970年には、 大阪市立弁天小学校を分離した。ありがとうございます。